ばんは。ありがとうございます。お久しぶりです。こんばんは。セータ、ベニー、テンちゃん、夏雪、ケネス、ミツル、アオイ、ミサキ。あ、タワーが早速。あ、ユウヤジョス、ジョスさん、ありがとう。こんばんは。あれぶりだね、あの映画ぶり。ありがとう、久々に、久々のショールームですね。ありがとう、ユウヤジョス、ありがとうございます。元気ですか皆さん。ね、タワーありがとう、本当に。チョス。ありがとう。女子さんがあの映画の時にポップコーン目の前で食べてて本当にねずるかったよ。もうおこだぞ。いろいろまた話したいことがたくさんできているのでまた話そうね。ありがとう、本当にありがとう。話そうね、また会える日を楽しみにしてます。いつもありがとう、本当に。イエジス、ありがとう、タワ。こんばんは、皆さんありがとうございます。ギフトもありがとうございます。ミホ、こんばんは。トペ、ミサキ、マイピョン、ナオキ、あ、ナオキくん、ありがとう、クマちゃん。そしていつもありがとう来てくれて、今日もありがとう。ショウタ、ねえ、久々。そうなんです、ヤッホー。ミッツ、ミッツありがとう、今日も。ピヨッシ、こんばんは、ありがとうね。カニキス、カニキス。お洋服はね、ひろあき、ゆういち、ゆういち、ひろあき、ゆういち。服どこの見たい。服はこれはあのどこだっけ、これリルリリーっていうブランドの、ブランドっていうかお店のお洋服です。結構前に、ね、ツイッターにもあげたんですよね。久々に来た。ロケットキック、こんばんは。あ、ゆきぴょん、くまちゃん、ありがとう。ありがとう、今日も。ありがとうね。カズリンチョ、あ、ありがとう、エイミリ。こんばんは。てんちゃん、お誕生日おめでとう。しゅうちん、こんばんは。ひろあき、舞台行くよ、待ってるね。あ、そう、舞台、そうなんです、舞台もうすぐで舞台が始まります。緊張するけどね、皆さんにいいものをお届けできるように本当にみんなで一丸となって頑張ってるので。あ、タワーが、まっちゃん、ありがとう、まっちゃん、ありがとうね、ありがとう。久々だからね。昨日はね、インスタライブをやったんですよ、初めて。まっちゃん、ありがとう。ありがとう、この前の定期公演ぶりかな。定期公演当ててきてくれてありがとう。すごく近くてとても緊張しましたが、楽しそうにしてくれててすごい良かった、嬉しかったです。ありがとうね、いつもいつもコメントも読んでます、ありがとう。また来月も当たったって報告くれたかな。そうだよね、楽しみにしてるね、ずっと見ててね。ありがとう、まっちゃん、ありがたわーです、ありがとう。あ、待って待って、違う方に書いた、これ待って、これ結構前のやつだった、ちょっと待って、間違えた。
こっちだった。ヨイヤチョス、まっちゃん、ありがとう。お二人ともありがとうございます。嬉しい。ショウ、くまちゃん、ありがとう。ショウくん、ありがとうね、今日も。カズリンチョ、みやち、みほ、つばさ、ありがとう。くまちゃん、つばさくんも、ショウ、つばさ、ありがとう。キッコーマン、たく、あ、すごい、なんかチョコのギフトとかあるんだ。これ私わかんない、どうなってるんだ。え、待って、マカロンタワーとかあるの、何これ。すごい、ギフトがなんか、え、ちょっと誰か教えてください。このこれ教えてください、どういうギフトか。すごい、チョコとかめっちゃ可愛いんだけど。ありがとう、皆さん、嬉しいです。もうすぐバレンタインだね。私今年作れるかわかんないです。作ろうと思ってたけど、結構舞台とかぶってるから、かぶってるっていうか、そうだね、かぶってるから、なかなか厳しいかもしれないですね。いやー、インスタライブ、そう、ありがとうございます、見てくださって。インスタライブとショールーム、どっちがいい？なんか、マカロンタワーも多分、あ、そう、一緒なんだ。ちょっと待っててね。なるほど。なんか他のさ、チョコとかのギフトってあれは何？クマちゃんと一緒ってことかな？わかんない。ほう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 、皆さんありがとう、教えてくれて。なるほど、すごい、マカロンタワーめっちゃ可愛いね。すごい、すごいね。ちょっと待って、てんちゃん、ピース、ゆりり、ありがとう、ギフト。あおい、くまちゃん、ありがとう。今日もありがとうね、昨日ぶりだね、ありがとう。カズリンチョ、みやっち、みほ、すごい、ジスやん、すごい、ありがとうございます。ゆうちょふ、ゆうちょふ、ありがとう。くま、ありがとう。リオン、リオン、ありがとう。リオンちゃん、なんかこれちょっといろいろとなんか考えちゃうんですけど、ショールームをやると、なんか名前呼んでるだけじゃんとかよく言われてしまうんですけど、なんかね、どう、すごい、でもショールームってそういう感じでいいんじゃないかなって思うんだけど、どうかな。ね、皆さんとコミュニケーション取れる場所だから、まあ自分の話もそりゃしますけど、結構皆さんとコミュニケーション取ったり名前呼んだりする場所にもしたいなって思ってるんで、なんかもしつまんないとか思っちゃうかもしれないけど、私は楽しみたいというか、違うんですよ、違くて、誰も誰かが悪いとかじゃなくて、なんかそれを、なんか私、なんか真面目にこういう風に語るとすぐなんか涙が出てきちゃうんですけど、
悩んでるとかじゃなくて、すぐ泣いちゃうんですよね。そうだからちょっと気にしないでほしいんですけど、そうだからよろしくお願いします。ちょっとよくわかんないけど言ってること。だから本当にいつもありがとうございます、ギフトとかコメントとかっていう話です。全然誰かが悪いとかじゃなくて、そういつも嬉しいですっていう。っていう話です。そう、昨日インスタライブやったのも、インスタライブは結構まあギフトとかもないから見やすいっていうのもあるし、なんか気軽に見れるかなと思って、昨日ちょっとやってみて。でもショールームもすごい好きなので、どっちもいろいろやっていこうと思うんですけど、すぐ泣いちゃうんですよね。でも本当に、まあ、とにかく皆さんのことが大切だったっていう話ですね。なんか久々のショールームでこうやって泣いちゃうのちょっとあれなんですけど、しかもなんか誰が見てるか分かんないからなんか恥ずかしいんですけど、それは伝えたいなと思って。はい。で、なんか全然ギフト読めてなくてごめんなさい。コメントも。ちょっと待っててくださいね。はい。そうなんです。ありがとうございます。本当に皆さんたくさんありがたい。最近さ、あんまり皆さんともお話できる機会がやっぱり少なくて、舞台挨拶とかはやらせていただいてるんですけど、やっぱ直接とかお話できてないので、やっぱね、早くお会いしたいなと思いますね。よし。今日はね、まあそんな30分配信とかじゃないから、1時間ぐらいはできるから、ちょっとまあゆっくりゆっくりといきましょう。ゆっくりゆっくり。ああ、ありがとうございますね。今ね、書いてます、ギフトを。よいしょ。じゃあ、そうだね。じゃあ、ちょっと待ってください。さゆき、良平、ありがとう、本当に。皆さん、ありがとうございます。本当に、ありがとう。このさ、チョコ持ってるくまちゃんも、いつものくまちゃんと一緒なのかな？孝太郎、カズリンチョ、ありがとう。孝太郎とカズリンチョ、ありがとう。ミッツ、神尋、ありがとう。ありがとう。チョコとかもすごいかわいい。カズリンチョ、ありがとう。イケピョン、ありがとう。今井、テレちゃん、ありがとう。コウタロウ、ありがとう。
ゆうやつさん、あ、待って、ゆうやつさんありがとう、かわいいのも、ありがとね。ちょっと一旦書いてるね。ありがとう。みっつありがとう。おかんありがとう。ありがとうね。こうし、こうしくんありがとう。あおい、ありがとう。2個目だね、ありがとう。翼、あ、翼もありがとう。ジス、ジスヤン、ありがとう、ジスヤン。え、これでさ、読めたかな。なんか、これ表示されてるかな、大丈夫かな。1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、6、え、待って、私、表示されてないのかな。あれ？あのね、マカロンタワーとかがなんか私のページにね、誰が投げてくれたとか書かれてない。あのね、ここまでしか表示されてないんだけど、ちょっともしよかったら皆さん教えてください。書いてないところがあったら。ゆうやちょす、さゆき、りょうへいだね、今まだ読んでないのは。さゆきさん、さゆきさんありがとう。さゆきさんタワーありがとう。久々に配信しました、ありがとう、来てくれて。なんかごめんね、なんか泣いてるとこで申し訳ないです。さゆきさん、ぜひコメントしてください。皆さん、さゆきさんともたくさんお話ししたいので。ありがとう、さゆきさん、ありがとうです。さゆきさん、さゆき、さゆき、さゆき、ありがとう。りょうへい、りょうへいくん、りょうへいくんも今日もありがとね。いつもコメントとかも読ませていただいてます。すごくね、コメントとかは毎日すごく支えになってるので、朝家出て移動中に見て、帰って見てっていう風にしてるから、すごい嬉しいです。ようやくありがとう、いつもありがとう。一緒に頑張りましょう。ありがとう、両平、ゆうやつす、ゆうやつすもありがとう。2回目ごめんなさい、あのちょっとなんか泣いてるとこで申し訳ない。ありがとうね、本当に。やっぱゆうちょすにはすごくね、支えられてます。バレンタインも会えるのかな、待ってるね。ありがとう、本当に。いつも2個目絶対離れないでください。ありがとう。コメントも後で、後でっていうか、あの落ち着いたら読ませていただくので、ごめんね、流れちゃって、ほとんど本当に申し訳ないです。バレンタイン上演会もあるのでね。ありがとう、教えてくれて。あ、なるほどね。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、早いよね、ありがとう。ね、私が見えてるの 1,2,3,4,5,6,7 本なんだけど、 1,2,3,4,5,6,7、 ちょっと待って、1、ゆうやちょす1,2,かずりん、あ、かずりんちょかな、かずりんちょと3、さゆき、あ、さゆきね、覚えるためにと勉強中、私のことも覚えてください。ありがとう。さゆき、りょうへい、りょうへいもね、読んだよね。こい、まっちゃん、あ、まっちゃんも読んだね、ありがとう。そうだね、まっちゃんも読んだから、6位、あ、てんちゃんだね、ありがとう。あ、そうだね、教えてくれたよね、皆さん、ありがとう。てんちゃんだ、ありがとう。
で今日すっごい字が汚い、本当に申し訳ないです。やばくないですか、申し訳ない。カズリンチョ、てんちゃん、ごめんね、私のところに表示されてなくて申し訳ないです。ありがとう。ありがとう。まずカズリンチョ、カズリンチョ本当ありがとう。すごい、あのいろいろとありがとね。全部めっちゃ可愛いね、マカロンタワー嬉しいです。カズ、カズに会えなくてすごく寂しいですありがとう。なんか握手会とかですごい会いに来てくれてたからね。今はまだ、今はちょっと舞台に集中してる時期なので頑張るね。見に来てくれるんだっけな、楽しみにしてます。ありがとう、いつもありがとうね。コメントもすごい支えられてます。カズ、これからもよろしくお願いします。お仕事頑張ってね。ありがとう、カズ、カズリンチョ。そしててんちゃん、てんちゃんもお誕生日だったみたいで、ハッピーバースデーおめでとう。当日にちょっとお祝いができなくて、あれ名残惜しいんですけど、今年初めてお祝いできてよかったな。ありがとう、出会ってくれて。そうだね、すごくてんちゃんもすごい私のこと支えてくれてるので、これからもお世話になってしまいますが、お互いね、私もあなたの力になれるようにたくさんいろんな面で頑張っていきたいと思うので、これからも見ててください。おめでとう、誕生日。また直接お祝いできる日を楽しみにしております。ありがとう。イエチョス、イエチョス、まっちゃん、さゆき、りょうへい、カズリンチョ、てんちゃん、ありがとうございます。他にちょっと書いてなかったら教えてください、よかったら。もしね、見落としてたら申し訳ないので。ありがとうございます。よし、ちょっと一回コメントをじゃあ読んでいこうかね。舞台見に行くよ、ありがとう、待ってるね。舞台はね、すごい楽しいね。あともう少しだね、いよいよ。緊張する、本当に。でも楽しみです。全6公演やるので、木金は平日で夜公演なんですけど、土日はあの昼夜もあるので、もしねお時間合う方がいれば見に来てくださると嬉しいです。獣だよ、獣になるので。私は旅行バトさんをやるので、ぜひ注目してみてください。本当にあのこの前ね、あの衣装着てやったんですけど、本当にみんな可愛くてめっちゃ獣でしただから見に来てください、ぜひ。そう、舞台の後にアフターミニライブもあって、イコラブの曲も聴けるので一緒に楽しみましょうね。あ、さゆき、ありがとう、たくさん、あ、本当ありがとう、たくさんコメントしてくれてる、覚えてくれてありがとう。マイカ誕生日だった、あ、今井、あ、おめでとう、そうだ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 よ、おめでとう。本当にちょっと遅れちゃったけど、そうだね、1週間ぐらい遅れちゃったけど、おめでとう。またお祝いさせてください、直接。いつもありがとう、本当に。これからもよろしく。
バレンタイン上映会行く、楽しみにしてます。あのサインとかも書いメッセージも書いたのでぜひもらってください。そう、久々に黒い服を着た。なんかこれさ、プラチナフラッシュさんのオシュッと似てませんか？あげたよねこれ。そう、最近さ、やっぱりライブとかあんまないじゃないですか。皆さんとお話できるのもやっぱショールームとかしかないので、なんか皆さんがなんかね、なんて言えばいいんだろう、なんか離れていっちゃう、離れていっちゃうというか、なんだろうね、まあそういう感じというか、あの寂しいなってやっぱ思うので、うんね、そうなんですよね。だからずっと見ててもらえるように頑張らないとなっていうふうに思うんですけど、いや本当に皆さんがいないとダメなの。ダメっていうか、なんかやっぱダメだね。私はすごい甘えてしまうんですけど、ちょっと待って、本当にね、うるさいの。何してるの？そう、今ねフェレットちゃんがトイレを破壊しようとしてるの。なんかいつもこの時間になるとすごい活発になるんだよね本当にちょっと音がうるさいねえ、そう、荒ぶってるんですけど、何かわいいかわいいけど、もうまあ癒されてます毎日フェレットちゃんには。本当に皆さんがいないと私はっていうか、まあね、まあアイドルってやっぱファンの方がいて成り立っているものなので、やっぱりすごく大切です。なんかやっぱツイッターとかで、なんかそういうことはツイートしないっていうか、なんだろうやっぱ告知とかになっちゃうじゃないですか。まあ、ショールームはそういう気持ちとかも話せるのでやっぱりいいなと思いますね。会いたいね。次会えるのは14日ですね。舞台もあるしね、楽しみ。おめでとう、おめでとうじゃない、待って、おめでとうじゃないのにおめでとうって言っちゃった。ありがとう、イコラブから離れん、ありがとう、よろしくお願いします。でも本当にまださ、結成されてから1年も経ってない、あれ1年も経ってないよね。早いね、時が流れるのは。今日何時までやろっか。23時、じゃあ23時半までにしましょう。30分までやります。あと30分ぐらいだね。ありがとう、ギフトもちょっとじゃあ一回読んでいくね。嬉しいです。どこまで読めたのかな、ここら辺まだ読めてないよね。待って、わかんない、待って、どこまで読んだっけ、ちょっと待ってね、ごめんね、飛ばしちゃってたら教えてください。飛ばしてたらちょっと読んだ部分もあるかもしれないけど、ちょっと読んでいきますね。コウシくん、くまちゃんありがとう、コウシ、あおい、あおい、ありがとう、くまちゃん、
翼、くまちゃんありがとう、ありがとう。ジスヤン、くまちゃんありがとう。ジスヤン、ワッタ、ワッタありがとう、ワッタありがとう。カナナン、ありがとう、くまちゃん。カナナン、じっちゃん、ありがとう、じっちゃん、ありがとう。ギフトありがとうございます。ちょっと本当にいろいろとありがとう。で、逃げ場、弟、弟さんありがとう、ありがとう弟。ラビー、あ、ラビーありがとう、ラビー。くまちゃん、ゆうちょふ、ゆうちょふもありがとう、ゆうちょふ。ありがとう、いろいろと。おかん、おかんありがとう、おかん。カズッキー、カズッキーありがとう、かけるに。カズッキーありがとう。ベニゲバありがとう、弟。アオイありがとう、たくさんありがとう。アッキーありがとう、アッキー、アッキーありがとう。ミホ、ミホありがとう、ミホちゃんありがとう。アズミン、アズミンありがとう。アンズありがとう。もし読めてないやつあったら教えてください。たまにね、表示されない時があるから申し訳ない。じゃあポニーテール好評だからやろうかな。あ、待って、爪が取れる、助けてください、やばい、爪もう替え時なの。あ、今見て見て見て、ほら、なんかね、挟まっちゃうの、ジェルに。あー、どうしよう、どうしよう、助けて、あー、あー、危ない。無事でした。ノンノがさ、昨日ネイル取れたってツイートしててお稽古の時から絶対取れるみたいな話してて、あ、取れちゃったんだって思った。ノンノも取れちゃったみたい。あー、もう一回、もう一回、危ない。そろそろ替え時だな。次はシンプルなネイルにしようかな。ありがとう、嬉しい、コメント読んでますよ。西田、14日もキャモフラム見に行きます、ありがとう、楽しみ、ありがとう、嬉しい。青、アバター変えてみた、本当だ、ありがとう。ゆりり、ミーニャラブ、私も。じっちゃんありがとう、こちらこそ、私もくまちゃんポーズしてる、ミリナカありがとう。あー、怖いよ、爪が。ミリに応援してる、ありがとう。よいしょ、ピンクミリによかった、ありがとう、カニちゃん。プラチナフラッシュさんをゲットしてくださった方、本当ありがとうございます。あとブブカさんもそうですね。どこまで話してないんだ、ブブカさんからショールームできてないかな。そう、アンナとのグラビアを掲載していただきました、ブブカさん。とブブカさんはですね、そう、アンナと撮っていただいて、アンナがね、なんと初グラビアということでね。そうなんです、すごいね、すごい可愛かったよね。見た方いますか、すごい可愛くてもうね、ドキドキしちゃったそう、撮影の時もアンナはすごく緊張してたんですけど、撮影始まると本当にすごくね、可愛くて
大人っぽかったな本当に。ぜひ見てみてください、お願いします。インタビューもね載せていただいているので。プラチナフランシュさんはそうソロで撮っていただいて、なんと12ページも掲載していただいて、本当にすごいよね、すごいことですよこれは。しかもプラチナフランシュさんってすごく紙の質がいいというか、そうそうそう、で小物とかお洋服もすごくこだわっていただいて、めちゃくちゃ嬉しかったです。あのオフショットとか載せてもすごく皆さんからも好評だったので嬉しかったです。ぜひチェックしてみてください。クールとキュートをテーマに撮っていただいて、結構キュートが好評だったかな。インタビューもすごいたっぷり載せていただいてます。2ページかな、2ページ載せていただいてます。自撮りについてとか、自撮りのなんかこだわりみたいなとか、あとメンバーの話も結構してるので、ぜひチェックしてみてください。そして明日は雑誌フェブリさんの発売です、発売日です。雑誌というかあのまあ雑誌ですね、あのなんだろう、あのね、そう私服で撮影していただいて、インタビューも結構していただいたので、ぜひチェックお願いします。明日です。私服での撮影、グラビアは初めてだから、そうですね、新鮮ですね、楽しみです。チェキ応募しました、ありがとう。そうチェキとか応募してくださると嬉しいです、よろしくお願いします。ん、見た、ありがとう、よかったよかったよかった。ゆうやん、ありがとう、見てくれて。こうたろう、二人とも可愛かった、ありがとう、嬉しい。そうだね、この時期に水着は、まあそうだね、でも室内、水着は室内だからね、全然寒くはないんだよね。アイロン温めてる間に毎日読んでる、ありがとう嬉しい。エキピョン、誕生日花ちゃんと同じ、あ、そっか、じゃあおめでとうだね、そっかそっか、おめでとう、2月だよね、そっかそっか、おめでとう、お祝いできて嬉しい、花と一緒なんだ、おめでとう、本当にお祝いできて嬉しいです。これからもよろしくね、いつもありがとう、すごく支えられてます。また直接お祝いできるのを楽しみにしてます、ありがとね。あ、そうだ、ショールームとインスタライブってどっちがいいですか？でさっき結構あの最初の方聞いたと思うけど、ちょっとコメントが流れてしまって申し訳ない。まあどっちもね良さがあるんですよね。インスタライブめっちゃ画質良かったらしいですね。リリニャの担当の色、うん、色はねないというか決まってないんだけど、そうでマフラーの色は紫で、薄紫で、で、まあ、好きな色は白って言ってるんだけど、やっぱ決めた方が分かりやすいよね。どうですか？どう
をすればいいんだろう。でもよく白振ってくださってる方が多いかな。白と紫どっちがいい？それともどっちも？どっちもでもいいけどさ、でも2本サイリウム持つって結構大変だし、でなんか申し訳ないから1本にしたいんだけどどうすればいいんだろうね。何色がいい？でも白がいいかな。紫ってイメージある？逆に白っていうイメージないか。じゃあちょっとポニーテール取っちゃうからポニーテールでスクショタイム。あ、ライトつけてなかった。ライトつけた、明るいでしょ。よし、じゃあ撮ろうかな。あ、インスタライブって全部コメント反映されないの？インスタライブの通知が来ない。あ、そうなの？インスタライブが、あ、インスタライブがいいっていうコメントもいっぱいある。そう、インスタだとちょっと名前が呼びづらいんだよね。そうなの、ユーザー名しか出てこないから。あ、そうなの、全部コメント反映されないんだね。マイ、そうなのか、マイさん。まあでもね、どっちもねやろうかなとは思ってるんだけど、やっぱ白がいい？やっぱ白かな。じゃあ白にしようか。じゃあ白で。暫定白。でもね、紫もね、いいよね。そうなんだよね。じゃあまあ、2本持ちいける人は、白と紫の方が分かりやすいかな、やっぱ。白だとね、他にも、マイカも白が好きって言ってるから、そうそうそう。全然、あの色とか全然私は気にしないんですけど、やっぱ分かりやすいっていう意味では白と紫の方が私だなっていうふうには分かるかな。うん、でもまあ皆さんのお好きなようにそれはお任せします。待ってね。よし、またクマを読んでいこう。翼、ありがとう。翼いっぱいありがとう。ズームイン、ズームインありがとう、ありがとう。クボッチ、クボッチありがとう、ありがとう。マッキー、オニオン隊ありがとう。マッキージスヤン、ジスヤンもありがとう、いっぱい。ゆきぴょん、ゆきぴょんありがとう、いっぱい、おめでとう。本、本さんもありがとう、いっぱい。本、本、翼、翼ありがとう。花丸、花丸ありがとう、ありがとう。ヘイ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 ありがとう、ありがとうね。よし、ありがとうございます。ポニテア取ろう。よいしょ。
まだミリナが配信してくれるだけで幸せ。ありがとう、そういう風に言ってくれて。日本持ちするの、ありがとうありがとう。ありがとう。インスタフォローしました、ありがとうございます。もうすぐ時間だ。了解、ありがとう。みんなありがとう。しんくんって呼んで、しんくんありがとう。もざってきた？画質悪い？なんで？なんでよ。 Wi-Fi つながってるのに。なんで？画質悪い？あ、画質いい？よかった、戻ったみたいですね。お揃いの香水買った。おー、お揃っち、イエイ。マカロンタワー来てる。嘘。え、待って、表示されてないよ。教えて、どなたか教えてください。ありがとうございます。なんでさ表示されないんですか、私のところで。 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7,8。 そうだね、8。あ、おととさん、あー、ありがとう、ありがとう、ありがとうね、本当に。なんで表示されないんでしょうか。弟さんですね。ね、出てこない時あるよね。ありがとう。ここ。ありがとう、トントさん。いつもそうだよね、いつも。ありがとう。あ、もう画質ダメ？もう、それはもうダメだ。弟さん、ありがとう。早くお話したいです。もう、カルタ会議すごい楽しくて忘れられない。ありがとうね、当ててくれて。画質頑張って、良くなった？よかった。なんでだろうね。ありがとう、弟さん。あ、今度さ、お、私お名前聞いたっけな。聞いてない気がする。お名前聞いたっけ、弟さんの。え、今度教えてほしい。弟さんって呼ぶのもなんかあれだしミリナとお話したいね。私もです。ありがとうね、いつも見に来てくれて。こちらこそだよ、ほんといつもありがとう。話そう、また会えるの楽しみにしてるね。ありがとう、これからもよろしくお願いします。ありがとうね。ゆうやつす、ゆうやつす、まっちゃん、さゆき、りょうへい、かずりんじょ、てんちゃん、ぜにげば、弟、ありがとうございます。皆さん、もし見落としてたら教えてください。
香水どっちがお気に入り？やっぱりね、私はやっぱスズランの方が好きかな。どちらかというと、なんかスズランの香りの方は、なんて言うんだろう、すごい爽やかで、なんか他にはない香りというか、結構ね鼻に焼き付くというか、鼻に焼き付くっていう言い方はあれなんだけど、すごい好き。こんな感じ。これはね、去年母から誕生日にもらったものです。そこからずっと愛用してます。画質が不安定ですね。ふみかちゃん、エコラブカフェいくらテスト頑張って。ありがとう。カフェ皆さんすごい、カフェに行ってくださった報告とかね、ありがとう。バレンタインでやっと19歳。そっか、若いね。先にお祝いしてさせて。ハッピーバースデー。早いかな、ちょっと。ごめんね、全然読めてないよね、コメント。ちょっと待って、チョコミント握手行くから覚える。覚えるね、チョコミント大好き。あ、でもね、アイスのチョコミントじゃないとダメ。なんか、うん、アイスのチョコミントが好き。ラビ会いたいよ、私もです。ラビちゃん、お手。呼び捨てされた。ゆりり、ゆりり、あれいつも呼び捨てじゃないかな。天木さん、ありがとう。くまちゃん、天木ありがとう。あ、ニコも、ニコもだ。ありがとう、ありがとう。もうすぐ終わっちゃうね、あともうちょっとで。もう終わっちゃうわ、ちょっと待って、どうしよう。じゃあそろそろランキング読もうかな。反映で、あ、反映まだされてないね。じゃあ反映されたら読ませていただきますね。ね、まだ反映されてないよね。翔太、ココア飲んだよ。お、ありがとう。美味しかった？本当に美味しかった？ココア、ココア美味しかった。ココアありがとう、飲んでくれて。あー、くしゃみが出るけど出ない。くしゃみ出るって言うと出なくなるよね。今日のリップはこれです。クリニーク、これね、インスタで多分紹介したね、ベストコスメに入れてる。これ本当に好き。これはね、多分2本目とか3本目、あ、2本目かな。これはね、クレヨンリップっぽくてね、ティントなんですけど、あのすごい可愛いピンクなので、これはねすごい好き。白衣装の時はこれよくつけてるかな。若ぴょん舞台行くの楽しみね。ありがとう、来てくれて。大阪からチョコミント。フレッド起きてるよ。シナモンは寝てる。バタコがなんかなんかしてる。あー、じゃあちょっとそろそろね、読まなきゃ。コメントじゃない、ランキングを。ひな、ひな、くま
ちゃんありがとう、ひな、ひなちゃん、わったー、ありがとう、くまちゃん、ありがとう、わったー、もう。どこまで読んだかな。はなまる、ありがとう、はなまる、いっぱいありがとう、ありがとうね、ゆきぴょんもいっぱいありがとう、りすやんもありがとう、いっぱい、マッキーもありがとうね、本当にありがとうございます、たくさん。というわけで、お、あ、ランキング反映されました。なので、じゃあランキングを読んでいきます。コメントありがとうございます。行きます。じゃあ、あ、そうだ、ちょっとなんか最初にちょっとちょっと泣いたというか、泣いたっていうか、なんか泣いた感じになってるんですけどあの画像は、あ、言うの遅かったかな、これは。あれはSNS とかにちょっと載っけないでほしいんですけど、もう載ってるかな、わかんない、どうすればいいんだろう。でもちょっと載せないでくださいお願いします。あれはね、お願いします。あ、載せてる方いるかな、ちょっといるかわかんないけど、ちょっとお願いします、頼みます。ちょっとそれは恥ずかしいので、はいありがとう。そう、ここだけの秘密、このルームだけの秘密なので。じゃあいきます。13位、翼、ありがとう、たくさんありがとうね、翼、13位、翼、ありがとう、ありがとう。12位、名古屋の葵、葵、ありがとう、たくさんありがとう、ありがとう。12位、名古屋の葵、ありがとう。11位、ゆうちょふ、ゆうちょふ、ありがとう、たくさんありがとう、ありがとう。11位、ゆうちょふ、ありがとう。10位、花丸、花丸、ありがとう、たくさんありがとうね、ありがとう。10位、花丸、ありがとう。9位、ゆきぴょん、ゆきぴょん、ありがとう、たくさん本当にありがとうね、ありがとう、ゆきぴょん。9位、ゆきぴょん、ありがとう。8位、ジスヤン、ジスヤン、ありがとう、ありがとう、たくさんありがとう。8位、ジスヤン、ありがとう。7位、てんちゃん、てんちゃん、ありがとう、ありがとうね、たくさん。そしてありがたわいです、ありがとう、てんちゃん。7位、てんちゃん、ありがとう。6位、まっちゃん、まっちゃん、ありがとう、本当にたくさんありがとう。そしてありがたわいです、ありがとうね。6位、まっちゃん、ありがとう。5位、りょうへい、りょうへい、ありがとう、たくさん、りょうへい、ほんとありがとうね。そしてありがたわです、ありがとう。5位、りょうへい、ありがとう。4位、さゆき、さゆき、ありがとう、ありがとう、さゆき、これからもよろしくね、これからもっともっと仲良くなっていきましょう。ありがとう、ありがたわです、最近、ありがとう。4位、最近、ありがとう。3位、カズリンチョ、カズ、ありがとう、カズリンチョ、たくさんありがとう、おめでとう、ありがとうね。3位、カズリンチョ、あれ待って、おめでとうって言ったけど違うわ間違った。3位、カズリンちゃん、ありがとう、カズ。2位、ベニゲバ、ベニゲバ、弟、ありがとう、やっとね、ランキング反映された、ありがとう、弟さん。そしてありがたわ、また話そうね、お名前教えてくださいありがとう。2位、ベニゲバ、弟、ありがとう。1位、ゆうやじょす、ちょすさん、ありがとう。1位、ありがとうね、ちょっとね、コメントしてよ嬉しいですね、え、花
話そうね早く。ありがとう、いつも見守っててくれて。絶対離れちゃダメだから。ありがとう。そしてね、可愛いマカロンタワーもありがとうね。これからも舞台全部いくね。ああありがとう、待ってます。すごい嬉しい、頑張るね舞台。ありがとう。1ユーセス言えてない、ユーセスありがとう、ありがとう。はい、では終わりですね。これで終わってしまいました。皆さん本当にありがとうございます。たくさんありがとうございました。全然コメントも読めてないし、いつも通りだけど嬉しいです、見てくださって。ギフトもたくさん本当にありがとうございます。全部は読めなかったから本当に申し訳ないんですけど、またやります。まあインスタライブかショールームかちょっとどちらかは分かんないんですけど、まあ、とにかく今は舞台に向けてメンバー全員頑張ろうと思ってるので、皆さんよかったら見に来てください。イコールラブの舞台、初舞台ですね、獣フレンズ、よろしくお願いいたします。頑張ります。皆さん会えない間離れないでくださいね。離れたらここだぞ。はい、いやーそうですね、本当にまあ毎回言ってるけどすごく皆さんに支えられてるので、これからも感謝をお返しできるように、私自身もイコラブも頑張っていきます。ではおやすみなさい。今日はありがとうございました。じゃあちょっと最後にスクショ、おやすみなさい、バイバイ。今からフェレットちゃんと遊びたいと思います。バイバイ。